Alright, ladies and gentlemen, welcome back to NIO! それでは NIO の続きをやっていきましょう。前回は、どこだったっけ？確かミッションを終わったとこなんだよね。ここかな？比叡山の間をクリアして、で、まあ、次、次編へ進むっていう、まあ出てきたんですけど、多分まあ最後に、まあ多分いつも通り、残りのサブミッションが、出てきたっていう感じですね。というわけで、今日は、まあサブミッション、まあ3つくらいちょうどいいかな？3つやって、で、次の、まあ新しい場所ですかね、メインミッションを、まあ1個、まあ、やって、まあ、そこまでにしたいと思います。まあ、人その前に、まあ、録画外で、一応、まあ、ちょくちょくとね、少しずつレベル上げて、そうですね。今は、もう、レベルはいくつかな？もう、98まで、上げることができたので、で、まあもちろん、ステータスを、技のところですかね。まあ、頑張って13まで上げて、で、ようやく、直政の、赤い、赤鬼の、鎧を、まあ、つけることができました。で、まあ、槍も一応、その前には多分もう取ってあるので、まあ、ちょっと、横に、まあ、蔵に、ちょっと、保管してあったって感じですかね。まあ、今、立花の、銀鳥の、あれを使ってるから、解除って、ここしか入れないのか？まあ、いいや。ちょっと見てみよう。実際、ウィリアム、どんな感じになってるかっていうね。あとちなみに、服部半蔵の、姿写しも一応買っておきましたので、まあ、他にも多分まだ残ってはあるんだけど、ちょっとね、武功がちょっと足りないっていうね。どうしようかな。次、トメ取ろうかな。まあ、他のも取ってもいいけど、それ取ってしまうと7万のトメまたどんどん遠くなってしまうから、どうしようかな。先にこれを取ってからゆっくりね、残りの姿写し取っとくかな。うん、すいません、ちょっと話それてしまったんですけど、ちょっと見てみようか。おおこれもまたなんかまあ、さすが、ウィリアムさんね、もともと体が大きいからね、だから、すっごい、ごっつく見えるな。あ、でもかっこいいね。全身真っ赤は、なかなかいい色。あ、これいいね。あー、いいよ、いいよ。でも一つ、ね、まあ、自分はちょっと分からなかったっていうか、知らなかったっていうか、まあ、あまりね、日本の歴史は、そこまでは、ね、詳しくはないんだよね。その、井伊直政だっけ？が、まあ、全身真っ赤っていうね。なんか、日本の、ね、武将、なんか、真っ赤って言ったら、ね、誰だっけ？真田幸村っていう武将がいると思うんですけど、彼も真っ赤なんだよね。だからね、ちょっとびっくりしたんだよね。もう一人もね、なんかこういう全身真っ赤な鎧着てたのはちょっと知らなかったんですね。あ、でもこれもなかなかいいな。なんだろう、なんかダークレッドっていうよりもなんかちょっと明るめだよね、見た目が。まあでもこれもなかなか良さそうだな。
まあというわけで一応まあ装備はねもう一式も全部それ集めることができたので、どうしようかな。結構院長のね、姿写し結構お気に入ってるけど、どうしようかな。まあいいや、せっかくだから久々にウリアムに変えとこうか。でまたまあ違うね時にはまあどうしようかな、どんどん変えていこうかな。姿写し結構楽しいね、姿写し。今度次は服部半蔵でも変えとこうかな。でもなんかちょっとなんか似合わないというかまあ元々服部半蔵はなね忍者というかね忍びの姿もしちゃってるから、それらしいね武器とかもそういう装備したいんだよね。まあというわけでじゃあサブミッションやっていきましょう。一番低いミッションレベルどっちかな、これかな ?70、65、67、 あそうだねこっちかな。よし、じゃあこれやってみましょう。陰陽師は本来霊的な力をなんだこれ、あんだなんだなんだだ漢字が読めない、くそこれ前出たかなこの漢字。これはうやまいって合ってるのかな、うやまい、調和と共存を影から合ってるかな、支える死ん、なんかとって合ってるのかなこれ。あーやべ漢字がもうダメだ、これはこれはひどい。あ、塔だ。やべ、死じゃねえ、塔だ。なんでも影って合ってるよね、これ。なんかだんだん、漢字の読みっていうか、なんかね、ちょっと、あやふやっていうかなんか、影、あ、影で合ってるんだ。あ、じゃあ間違ってなかった。影から支える塔。しかし、沈落であってるかな、沈落した陰陽師らは霊的な力を利用せんとする。この漢字あれ害ってなんだっけ、外つぐにであってるのかな、はず捕獲ゲイゲイじゃねえ、害ゲイじゃねえ、害とゲイがなんか隣あったから別にそんな意味じゃないですよ。害つ国じゃないな、はずつ国かなこれは。あれこれ、あーでもこれこの読みちょっと初めて聞くね、はず、あでも違うな、そうでもないな、ああったあったあったありましたいや普通によく考えると確かにそういう読みもあったはずつで合ってるかな、はずつ国が邪法に、見入られ、表舞台に出ようとしております。比叡山は今日の都を恨む乱魂だったっけを収める、あ沈めるか、沈める重要な地、一刻も早く平凡ん平和へえなんだこれ、あーでもいい勉強だな。これなんだ、ああ、書き方こうね。OK。で、下に心と。平穏だ。平穏を取り戻さな、戻せねばなりませぬ。うわ。なんか、まあ、結構、漢字が難しいな。なんかね、こう、上になんか少し、ちょっとでもいいけど、読みなんか、ひらがなっていうかね、書いとけばちょっと、多少はちょっと助かるんだけど、でもまあさすがにここまで読めないといけないのかな、そうでもないのかな、まあいいや、一応なんだ、まあ陰陽師、まあねいい方と悪い方があるけど、悪い方のね陰陽師を倒しに行くってことかな。さてとこれクリ
クリアできるかな。でもそこまで難しそうでもないんだけど、サブミッションだからね。だからそこまでは多分難易度は高くないと思うんだけどね。よし。さあさあ、やっていきましょう。なるほどね。オッケーオッケー。じゃあ、どんどんアイテム。これなんだ、誰だ。あ、これ忍者もしかして。よし。で、多分、まあ、順路的には多分、まあ、正しい道は多分下に行くけど、ここはなんかあるかな。そうでもなかった。よし。あ、でもなんかいいな、この赤い鎧。かっこいいな。よし。さてと、どこへ行けばいいんだ？これ開けるかな？あー、開く開く開く。あ、でも下に行くってことだから、どうしようかな。階段から降りても、まあ階段っていうよりも、はしごから、ほえ。なんで？あ、やべ。食らった。あぶねえ。あー、遅い、遅い、遅い。なんか食らったね。なんだろう、攻撃速、ん？あ、でも違うな。攻撃速度だけじゃなく、多分他のも、なんだ、速度が落ちるっていう、なんか、術を食らったのかな。まあいいや。これは、どうしようかな。これは、後でいっか。まあ、後で言ってもね、録画外でもう、結構これ、どんどん稼い、買ってたんですね。それでね、多分、まあ、4万は多分そこまではいかなかったんですけど、多分、何でしたっけ？なんだなんだ？まあ、多分いろんな、ね、勢力があるから、それの、陰陽師先に行って、いや、いい、あ、うふ、まあそうなるよね。てか、いつの間に俺のショートカットキーが変えてたんだっけ、覚えてね。あれ、いつの間に変えてたんだっけ。それも気づかないうちに変えてたんだっけ。やべえ。まあいいや。あ、どうしようかな。アムリタを、そういえば、そうだった。こっちよりも、あ、来た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 。そう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 。よいしょ。よいしょ。はい、おいちい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。変な術打たないで。オッケー。よし。これどうしようかな。どう対処した方がいいかな。どうしようかな。爆弾で処理できるかな。せっかくから爆弾も、そうもいかないんだよな。いった、いって、カミラやべ。おお、危ねえ。おー、危ねえ。いて。おー、危ねえ。うー、危ねえ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 。よいしょ。うー、いて。めちゃくちゃ痛いな。よいしょ。あ、やべ。爆弾、爆弾。うー、いて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 、あ、やべ。やば。あ、陰陽師は全部倒せたけど、あれ、なんだ、なんだ、天狗？あれ、天狗だっけな？いや、多分ちゃんとした名前があると思うんだけど、あれを倒さないで、あ、でもな、倒したいんだよな。さあ、来い。
いしょ、はい、オッケー。ここは普通に生きるんだよな。あ、いた。おいしょ。あ、やべ。よし、オッケー。どうしてかな。下段で攻めてみようかな。さっきは中段でやったけど、どこだ？あ、あったあったあった。ちょっと待って、ここ行って、オッケー。で、あ、そうか。あー、無理たる原石ないんだ。あ、全部使っちゃったのか。やっべ、どうしよう。やべ、どうしよう。なんかあるかな。ないか。あともう少しなんだよな。はい。よし。お、今だ、今、いや、今。もう使わないとね。よいしょ。よし、倒した。オッケー。もう最後、最後こいつ、よいしょ。オッケー。ん、あれ、まだ生きてる。あ、いた。あ、あと、ちょ、あと少し、あと少し、あと少し。よし、オッケー。これ麻痺だっけ。あ、違う。これでいいか。あー、回復した。オッケー。あー、きつい。きつかったなー。あー、でも原石残せばよかった。全部使うべきじゃないな。ミスったなー。まあいいや。これ壊せばもうたくさん手に入るよね。あー、オッケーオッケーオッケー。よし。あれ、なんか、え、こんな人いたっけ。いっか。これ怖いな。下誰かいる？いなさそうだな。大丈夫か。あ、大丈夫だ。これ誰だ。鬼火。え、こんなところいたっけ。まあサブミッションだからね。物の配置とかも敵とかも多分全部変わってるはずなんだよね。マップはそのままなんだけど、どうしようかな。あ、でもまあそこまで困ることはないかな。まあサブミッションはそこまでね、周回する、まあ周回する、まあ、あるかな。あんまないと思うんだけど、あ、よいしょ。この槍いいな。確かこれ炎属性付きなんだよね。装備で、あ、火属性、うん、そうだね。火属性、不弱、ん、違うな。なんて呼ぶんだ。不は合ってるんだけど。あー、これじゃない、これじゃない。この感じじゃない。これは、あれ？どこ行った？あ、これだ。不よ。不よで合ってるかな。まあでも結構いいんだよね。まあ結構、炎っていう、なんだ、まあ、火属性が結構メインっていうなんか分かるんだよね。これなんだ、どこだ。あ、こっから開けられるんだ。あ、これ知らん。普通てっきり言うね。毎回、ここあれだよね。うん、だよね。上から落ちるから。あ、でもこれパワーアップされてるな。どうしよう。ちょっと待ってね。これ一回外、表に出て上から攻めた方がいいかな。そうした方がいいな。あれ、来た道どこだ。こっちか。あ、こっちか。上出るのは、確かここだよね。まあ今はちょうど、ほら、このステージ、逆から、行ったんだ。よいしょ、はい、よいしょ。忍び多いな。なんでこんな多いんだ。まあ、狙われてるっていうかもしれないけど。あ、そうだ。こっから上に行けるんだっけ。あのアイテムなんだろう。欲しいな。まあ、使うか使わないかそれはさておいて。なんだ。あー、浜矢か。矢はあんま使わないな。まあ、貯めてもいいけど。まあ、それはさておいて。
ここからだっけ？あったあったあった。忍者多いな。忍者多いな。あそこかな？うん、あれだね。っていうか、あぶりた。え？おい！あ、お前かい。これ人間か？あ、人間だね。どうしよう。よいしょー。あ、やべ。落としちゃった。よっぺ。やっべ、落としちゃった。まあ、いいや。降りて。はいーよいしょー。よいしょ、倒した。オッケー。よし。あと、まだ、まだいる？まだいる？いない。オッケー。あっぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。よし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 。いい感じ、いい感じ。ここ、あれ？あ、いたいたいた、やっぱりいるね。どうしたかな？よー、よいしょ。おー、あぶねえ。よいしょ。よいしょ。あー、落ちちゃった。落ちちゃった。ちょっと待って、待って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 。待って待って、投げないで、投げな、あー投げた。よいしょ、当たって、よいしょ、よいしょ、あー、また落ちた。あー、あんま、あ、やべ、あー、うー、痛い。おー、危ねえ。よし、倒した、オッケー。オッケー、いいぞ。確かこれって、近道だっけ？ああ、そうだった。蹴り、ん？あれ？普通に降りるのか。ああ、そこ、ん？あそこ塞いでる？あ、それもない。それもない。ただ単に、ここ、あれか。社がないだけか。どうしようかな。このまま進むか？あ、でも大丈夫か。こっからやったから、じゃあ、あとは、ここ行けばいいか。ここなんだ？あー、ん？なんかいた。あー！よいしょー、オッケー。よし。じゃあ、宝もらいまーす。あー、ほとんどの。ん？奉納する装備か。まあでもなー、次の、ねえ、装備シリーズなんだろうな。まあ、他にもまだあるけど、今こういう感じね、集めやすい、比較的に集めやすい装備意識だったら、次誰だろうな。なんだろう、どんどんね、東側にね、進んでるからね、最初はどこだっけ、九州あたりとか始まったんだよね、ウィリアム。まあ、来た時はね。で、そこからだんだん、東にどんどん進んでいってるから、次誰だろう？東って言ったら、これもなんか嫌だな。陰陽師だらけじゃん。あんま、あ、なんだこれ。これは初めての、おー。あの忍者うざいな。でもこいつら倒さない限りはダメかな。よいしょ。OK。冷静。出るの？ちょっと待ってよ。準備させて。せめて準備は少しだけ。よいしょ。あ、まだいた。あー、ビリ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 。よし、OK。よし。あぶねえ。OK、OK、OK。いいぞ、いいぞ。ん？ローション？あれ？この、これって。あー違うな。老書ってなんだ？老書の中鎧。ん？いたざね。廊下に、あーなるほど。まあ、年を取った将のためってことかな。まあ、武将ね。さすがに、まあ、若い人も、一緒。ね、まあ、当時は多分ね、結構、
年を取ったね、武将たちも結構いると思うんだけどな。あ、え、忍者か？あ、忍者だね。へいへい、よし、いいぞ。調べて、あとは、ここもいないかな？いないか。あそこか、あそこ、誰かいたよね。逆から行くからね。ひぃ、忍者なんでいる？あそこが。よいしょ、オッケー。いて、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 いて。よし、オッケー。結構痛いな。あんま防御力がなかったんだっけ、確か。K シリーズ。K っていうか、K 鎧？合ってるかな？あれ？ K 鎧で合ってるんだっけ？呼びが。なんか違うな。鎧の保管の読みってあるんだっけ？これを書いて、上が、こうかな？あれ？なくない？違った。書き方違うの？あ、下にあれか。豆か。よいしょ。山に豆。貝、貝、鎧、鎧、貝。警戒でいいのかな？警戒？警戒？警鎧？害か。警戒って呼ぶのかな？まあ。まあ、いく？まあ、いいよ。よくはないけど。警戒で呼ぶかな？それとも警鎧でいいかな？まあ、まあ、ちょっと、後で調べておきますので、読みね。読みをちょっと後で調べておきますので、今、なんかチラッと見えたな。なんか見えたぞ。あー、無理だ、容器か。まあ、すいません。ちょっと話がそびれちゃったけど、まあ、何か言ったかというと、まあ、この装備シリーズだと、なんだろう。防御力があんまないんだよね。今、書いてある防御性能っていうね。軽い、重さは結構ね、軽いんだよね。今、9.9 しかないっていう。ね。前はどのくらいだったっけ？なんか結構26ぐらいあったよね。重さ、装備の重さ。今これ、結構軽いから。だから、動きやすいのは確かだけど、でも逆にね、防御性能がね、一気にガクッと落ちちゃうんだよね。前の装備、西国だっけ？立花宗茂さんか。ね。これはちょっと、これ使おうかな？よいしょ。よし。オッケー。よし。あれなんで忍者がこんなにいっぱいいるの？そんなに狙われてる？ウィリアムって。まあ、結構ね、ここまで来たからね、さすがにね、忍者とかね、呼んで仕事を済ませないとね。よし。ここは、誰かいる？あ、いたいたいた。あ、でもちょっと待って。ちょっと待って。いない？いないか。よーいしょー。オッケー。よし。これなんだ？何が多めてた？あー、雷雪のお守りか。お守りねー。あれ？ちょっと待って。さっきそこの入り口、あ、これ多分、こっち方の、洞窟かな。あ、じゃあここじゃなくてここ行った方がいいか。こっちか。あー、多分あそこだな。あそこだけど、オミオジいる？あ、いるね。がっつり目の前にいるね。どうしようかな。原石あるかな。
あ、銀石っていうか、霊石。これ2個使って溜まるかな。あ、溜まった。よし。さあ、行って。おい、よいしょ。よいしょ、よいしょ。あともう少し、あともう少し、あともう少し。あれ？あ、終わり？あ、これで終わりなの？あ。あ、頭下げちゃってる。倒したかったのに。あ、これ壊せない。じゃあもうここで終わりってこと。あ、もういけない。あそこもいけないし、ここは他は何かあるかな。あ、アイテム取れる。なんだこれ。あ、ライマトイか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。うわ、霊石全部こうし、ああ、下にもいたのか。あれ、おっと、アイテム、ああ、全員頭下げちゃってるな。ここ鍵、まあ鍵はかけてないからいいけど、ああ、やっぱあの洞窟先に入った方が良かったのかな。でも先にね入ってしまうと、あれ、ここって、あ、塞いられたのか。ああ、じゃあ、無理か？うん？無理か？いや、無理でもないな。どっか階段っていうか、はしごあったよね。あれ、忘れたな。どっからこの、下は、あれ？あ、こっちか。下から行けるんだっけ？あ、うん？ああ、ここか。ああ、そっか。あ、まあいいや。まあクリアしたし。もうどんどんね、進めないとね、もういつまでメインストーリー始められないからね。さてと。いやー、あそこきつかったな。あの、天狗の妖怪。あれはちょっときついな。やっぱ、霊石ちょっと少し溜め込んで、いざという時ね、あの、使って、で、つくも武器をの、アムリタゲージ貯めないとね。OK。クリアできた。今、原石今、どのくらい？あー、多分これ足りるか。あー、多分これ1個か2個ぐらいで足りるかな。そんな感じかな。うん。よし。で、これは、なんだっけ？音量スキルか。まあいいや、どんどん使っちゃおう。で、これを蔵に移して、じゃあ、もう次、どんどん行こうかな。アイテム、まあ、後で奉納しちゃおうか。あ、それでも、まあ、どっかの野鳥、サブミッションの中のね、でもいいけど、まあ、せっかくここまで来たから。どうしようかな。槍だけ残そう。オンライン、なんだっけ？要素の、勢力。今、真田家に、まあ今、私が入ってあるので、そうすると、槍を奉納すると、まあ、希少な、なんだ？材料が、材料じゃない、素材が手に入るから、だからね、残してるんだよね。さてと、あとは大丈夫かな。あ、そっか。レベルアップできる。どうしようかな。単位に入れようかな。それとも、これ上げると体力アップ。これも体力アップ。音量と忍術スキル上げるだけなんだけど、どうしようかな。これを10まで上げたいんだけど、でもそれさらに上にあると思うんだよね。10よりも多分 15?20 ぐらいかな。あ、でもこれは空いた時間でこれ上げとこっか。今重要なのは多分こっちなんだよね。あー、3も上がる。これは結構助かるな。気力はここまでいいかな ?20 ぐらいで。結構、まあまあまあ間に合ってはあるんだけど。そうだね。タイにしよっか。よし、レベル99。あと1個で、100になる。じゃあ、あ、そっか。どうしよう。
守護霊は今このタカにしてるんだよね。だけどどうしようかな。今の装備でボーナスついてるのはこれなんだよね、虎の方。どうしようかな。円弧って呼ぶんだ。あー、これはタカじゃなくてワシだ。大馬ワシ、オッケー。ね、覚えられねえな。漢字が難しすぎて。これはもう何回も遊んで覚えるしかないな。まあ、結構やってるけどね。やってはいるけど、なかなかね、この漢字ね、覚えづらいんだよね。例えばこれ。これ、水地って読むんだよね。これは、あ、これは夫婦って言ってたな、どっかで。どのパートは覚えてないけど。夫婦じゃなくて、夫婦来県か、夫婦か。だね、ちょっと難しいね。どうしようかな。こっちに戻そっか。ボーナスあるからね、援交。まあ、装備のね、あの、意識、まあ、揃うと、まあ、ある程度揃うと、まあ、ボーナスがつくんですよね。多分、まあ、もうすでに遊んでる方は多分いると思う、まあ、してると思うんですけど、まあ、初めての方ですと、まあ、こういう風に、ね、あの、装備に、この緑色の、ね、文字があるんですね。まあ、今は E の赤鬼って書いてあるんですけど、この、まあ、こういう風にね、装備を揃えると、まあ、こういう風にね、いろんなね、ボーナスがつくんですよね。で、今はま、ちょうどもう6つ全部揃えてあるので、一番最後までの気力回復速度がついてくるんですよね。まあ、他もついてきますけどね。攻撃の非ダメージとか、さっき言ってた、攻撃力と防御力増加延行。これもつくんですよね。だからね、結構ね、まあ、難しいとは思うんですけど、まあ、できればね、装備意識はね、全部ね、揃えた方が、まあ、結構得なんだよね。で、まあ、結構ね、もう少し、まあ、先今手に入って少し先でもまあまあまあね、結構役に立つっていうんだよね。はいっと、すいません、ちょっと時間かかってしまいました。じゃあ次はこっちかな。67、よし。比叡山秘蔵の巻物が何者かの手により盗まれたそうよ。もう手遅れかもしれない。手遅れだったら手遅れだったらもうダメじゃないの。まあ いや、万が一ということもあるわ。調べてもらえる。あ、調べて見てもらえる。手遅れなのに万が一っていうね。難しいんだよな。まあ、いや、でも、西方省で最下州ってあってるかな、確か。最下州の、軽鎧が作れるから、これはちょっと欲しいな。まあ、戦国時代の中の、まあ、最下州っていうのもなんか結構有名というか、なんか結構好きなんですよね。まあゲーム中でしてたって感じだよね。最下、誰だっけ、孫市だっけ、あの銃使い、あの鉄砲使い、あれが結構なかなかかっこよかったからね。だからちょっとね、名前がちょっと覚えてるけど、まあ、なんだろう、その、ね、歴史とかちょっとすいません、知らないので、まあ、知ってる人とか歴史好きの人たちにちょっとすいません、ちょっと、失礼と思うんですけど、すいませんです。まあ、ね、空いた時間で、まあ、空いた時間あれば、ちょっと、少し、歴史ちょっと少し読んでみたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。